争いに意味はない。こっからが本番だよ。もっと生死虚実、一年の学び、同天元気、超無一角。はっ、はっ、始めようか。この曲をあんたに。持ってる？うち、なかなかやるじゃん。殴ったのね。騒ぎを起こしたくはない。この機会を逃さないで。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。争いに意味はない。己を解き放つ準備はいい。反抗、陽動、霊落。この機会を逃さないで。この曲をあんたに。はい、になる。うちの出番。には真面目に行こう。うちのとっておきを食らえ。ルールは破るためにある。騒ぎを起こしたくはない。この機会を逃さない。生死虚実、一年の学び、同天元気、超無一角。この機会を逃さないで。盛り上がってるじゃん。
後悔しても遅い。即戦即決で行こう。争いに意味はない。騒ぎを起こしたくはない。己を解き放つ準備。反抗陽動霊落。この機会を逃さないで。聖子虚実一年の学び同天元気聖武一角。この機会を逃さないで。こっからが本番だよ。ついてないね。痛くもかゆくも逃がさない。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。後悔しても遅い。始めようか。争いに意味はない。ルールは破るためにある。この機会を逃さないで。この曲はあんたに。ハイになる。うちの出番。逃がさない。この機会を逃さないで。盛り上がってるじゃん。聖子虚実一同天元気聖武一角。この機会を逃さないで。こっからが本番だよ。ルールは破るためにある。あっ、この曲はあんたに。ハイになる。この機会を逃さないで。こっからが本番だよ。己を解き放つ準備は。反抗陽動霊落。ついてないね。うちのとっておきを食らえ。殴ったね。後悔しても遅い。はいになる。うちの出番。騒ぎを起こしたくはない。争いに意味はない。聖子虚実一年の学び同天元気聖武一角。この機会を逃さないで。こっからが本番だよ。ルールは破るためにある。
まだ早いし、どこかへ行く？
Thank you.
この機会は逃さないで。
始めようか。この機会を逃さないで。警戒して。全ては星々の選択。星々よ、開拓者たちに真なる祝福を。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。己を解き放つ順。反抗、陽動、霊落。ルールは破るためにある。警戒して。
がなってないわ。盛り上がってるじゃん。もっと。逃がさない。即戦即決で行こう。それ誘ってないけど誰かな。この曲はあんたに乗ってる。うちなかなかやるじゃん。龍始めようか。礼儀がなってないわ。盛り上がってるじゃん。もっとハイになる。己を解き放つ呪反抗陽動霊楽。うちのとっておきを食らえ。即戦即決で行こう。誘ってないけど。ついてない、ね、全ては星々の星々よ。開拓者たちに真なる祝福を。うちの出番。この曲はあんたに持ってる。始めようか。即戦即決で行こう。ルールは破るためにある。誰かな。なってないわ。それついてないね。うちなかなかやるさ。乗ってる。己を解き放つ純反抗陽動霊楽。誘ってないけど。あと少し。
ないわ。誰かな？ん？怖くないよ。盛り上がってるじゃん。乗ってる？本番だよ。もっと、うち、なかなかやるじゃん。たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。己を解き放つ準備。反抗、陽動、霊落。すべては星々よ。開拓者たちに真なる祝福を。警戒して、ルールは破るためにある。警戒して、はっ、始めようか。誘ってないけど。盛り上がってるじゃん。乗ってる？ついてないね。即決で行こう。礼儀がなってないわ。誰かな。この曲はあんたに。ハイになれ。まだまだ己を解き放つ準備。反抗、陽動、霊落。星々よ、開拓者たちに真なる祝福を。誰かな。たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。始めようか。ルールは破るためにある。盛り上がってるじゃん。
乗ってる？星々よ、開拓者たちに真なる祝福を。こっからが本番だよ。はいになる。うちの出番。真面目にうちのとっておきを食らえ。即戦即決で行こう。もんだ、己を解き放つ順反抗陽動霊落乗ってる。対処法を考えよう。あと少し、あと少し。警戒して。はっ、始めようか。ルールは破るためにある。あっ、いや、礼儀がなってないわ。はいになる。うちの出番。ユウ、そんなことないね。殴ったね。星々よ、開拓者たちに真なる祝福を。この曲はあんたに。己を解き放つ順反抗陽動霊落。たまには真面目に行こう。うちのとっておきを食らえ。即戦即決で行こう。ルールは破るためにある。あっ、いや、始めようか。
どうしたの？怖くなっちゃった？には真面目に行こう。うちのとっておきを食らえ。うちの出番。始めようか。騒ぎを起こしたくはない。やっ、即戦即決で行こう。
始めようか。これで万全だ。下手に動くな。やった！生死虚実、同点元気、超無一角。はっ！ルールは破るためにある。即戦即決でいく。後悔しても遅い。これで万全だ。迷っている暇はない。対処法を考えよう。これで万全だ。あと少し。下手に動くな。やっ！ルールは破るためにある。
即戦即決で行こう。誘ってないけど。真面目にうちのとっておきを食らえ。争いに意味はない。始めようか。礼儀がなってないわ。それ。後悔しても遅い。すべては星々の選択。星々よ、開拓者たちに真なる祝福を。うちの出番。誘ってないけど。生死虚実、一年のマナリ、同天元気、超無一角。はっ、星々が私たちの名を記憶してくれる。
まだ早いし、どこかへ行く？
騒ぎを起こしたくはない。この機会を逃さないで。こっからが本番だよ。もっと足を引っ張ってないでしょ。この機会を逃さないで。盛り上がってるじゃん。ハイになれ。リュウ痛くも早く殴ったね。始めようか。
まだ早いし、どこかへ行く？Thank you.
まだ早いし、どこかへ行く？
この機会を逃さないで。こっからが本番だよ。ハイになれ。ついてないね。逃がさない。騒ぎを起こしたくはない。この機会を逃さないで。たまには真面目に行こう。うちのとっておきを食らえ。こっからが本番だよ。もっと。うちの出番。争いに意味はない。即戦即決で行こう。こっからが本番だよ。乗ってる？ついてないね。リュン！殴ったね。逃がさない。騒ぎを起こしたくはない。始めようか。盛り上がってるじゃん。争いに意味はない。即戦即決で行こう。この曲はあんたに。もっと。うちの出番。ポン。殴ったね。騒ぎを起こしたくはない。盛り上がった。ハイになれ。ステージを重ねるほど最高になるんだ。
騒ぎを起こしたくはない。生死虚実、一年同天元気、超無一角。即戦即決で行こう。こっからが本番だよ。うちの出番。殴ったね。争いに意味はない。この機会を逃さないで。この曲はあんた。もっと。騒ぎを起こしたくはない。始めようか。待ってる。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。生死虚実、一年のマナリ、同天元気、超無一角。はっ！盛り上がってるじゃん。ついてないね。逃がさない。争いに意味はない。この曲はあんた。もっと。痛くも痒くも。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。これで万全だ。ロック。
後悔しても遅い。即戦即決で行こう。盛り上がってるじゃん。乗ってる？うちの出番。逃がさない。この機会を逃さないで。この曲はあんたに。もっとついてないね。逃がさない。後悔しても遅い。盛り上がってるじゃん。乗ってる？うちの出番。いや、騒ぎを起こしたくはない。この機会を逃さないで。この曲はあんた。反抗陽動霊落。争いに意味はない。始めようか。ついてないね。即戦即決で行こう。盛り上がってるじゃん。乗ってる？うちの出番。騒ぎを起こしたくはない。ないね。大したことないね。争いに意味はない。この曲はあんたに。もっと。どれどれ、キラキラなものはないかな。騒ぎを起こしたくはない。
後悔しても遅い。盛り上がってるじゃん。ハイになれ。うちの出番。ポン。逃がさない。即戦即決で行こう。この曲はあんたに乗ってる。始めようか。逃がさない。後悔しても遅い。即戦即決で行こう。盛り上がってるじゃん。もっとついてないね。うち今回は足を引っ張ってないでしょ。
まだ早いし、どこかへ行く？モグラ島と対決したあんただよ。へへ、百面相のジュリアンは僕の二つな。いや、今はこんなことを話してる場合じゃない。まずいことが起きた。フックの親分がフォールマスターを持って一人で大航空に行っちゃったんだ。何か危険なことがあるみたいで、他のやつは一緒に来るなって言ってて、僕の代わりに様子を見てきてくれないか。フックの親分はコークにいるフェスマンさんに親父に何か起きたって聞いて飛び出していったんだ。オールマスターまで持っていくなんて、まさかルロー社と戦うつもりじゃ。コークには悪いやつがたくさんいるから、子供は勝手に入っちゃダメだってナターシャさんが言ってた。だから頼むよ、僕の代わりに様子を見てきてくれ。フックの親分の親父で、モグラとみんなの親父だよ。ヘスマンさんはみんなに優しくて、要するにすごい人なんだ。頼んだぞ、急いで行ってきてくれ。やっと仕事が終わった。
落ち着け。少し冷静になれ。俺たちは生計を立てるために働いている。それはみんな同じだ。とりあえず座って話をしないか。聞こえのいいことを言いやがって。俺たちはあんたをリーダーのように扱ってきたのに、あんたは俺たちにこんな仕打ちをするのか。お前は俺たちを裏切った。あんたは鉱脈の情報をあの狂った女アントニアに売っちまった。俺たちが先だったのに。そのせいで俺たちはあいつらのために働かなきゃならない。この裏切り者。どうした、返す言葉もないか。情報を売ったことを認めるんだな。お前たちはみんな悪いやつだ。親父をいじめるな。フック、いやいや逆だよ。お前の親父が先に俺たちをいじめてきたんだ。信じられないなら聞いてみな。親父。そうだ、アントニアに話したのは俺だ。だが鉱脈を最初に見つけたのも俺だ。どうするかは俺の勝手だ。あんたは持っている探索機を使っているだけだろ。俺たちが探索機を奪い取ってもまだ傲慢な態度を取れるのか見てやるよ。俺に近づくな。俺は大義のためにやってるんだ。いつも問題を起こそうとするお前らとは違う。どうやら痛い目を見ないとわからないようだな。野郎ども、かかれ。この私がいる限り、親父に手を出せると思うな。お前は、早く私を手伝え。また一人やられに来たのか。まあいい、一人増えたところで何も変わらない。俺の実力を思い知らせてやる。争いに意味はない。やっ、即戦即決で行こう。盛り上がってるじゃん。ハイになれ。逃がさない。騒ぎを起こしたくはない。始めようか。うちの出番。親父、怪我してない？少しすりむいただけだ。フック、お前は大丈夫か？心配しないで。私にはホールマスターがあるから怪我なんて怖くない。それならよかった。そこのジョーちゃんは怪我してないか。助けてくれてありがとうな。ジョーちゃん大丈夫だ。そんなにひどい怪我じゃない。ああ、思い出した。お前がナターシャの言っていたよそ者だな。来たばかりでコークの紛争を解決したと聞いていたが、まさか今日も助けられるとは。おお、高尚な若者だな。ありがとう。親父、早く魔女ババアのところに行こう。ひどい怪我だ。だが鉱脈探索機が盗まれた。早く探さないときっと二度と見つからないだろう。ああ、ただの工具だ。なくしたならそれでいい。
診療所に行こう。まだ早いし、どこかに行く？傷の手当ては終わったわ。今は医療物資が不足しているから、これ以上の問題は起こさないように。いい？聞こえないふりはやめなさい。君のことを言っているのよ、フック。私は何もしてない。悪い奴らが先に手を出してきたから自己防衛しただけだ。こいつが証人だよ。子供を甘やかすのは良くないわ。もう時間ね。最後にもう一度だけ言うけど、フック、これ以上騒ぐとホールマスターは没収よ。分かった？分かったよ。モグラ島のボスたるもの、自分の言ったことは守らないとね。それじゃあ、私は今からカルテの記入をするから、君たちは好きにしてて。お前とナターシャのおかげだ。そうでなければ俺たちは親子でひどい目に遭っていた。数日前、鉱脈探測機で地髄鉱脈を発見して、その情報を採掘チームの監督であるアントニアに売り込んだんだ。流浪者たちはそれを知って俺を裏切り者だと。俺も他の鉱区からここに来た流浪者だから、奴らの味方になるのは当然だと思ったんだろう。もちろん採掘チームがそんなことを認めるわけがない。くそ、こんな大騒ぎになるなんて。親父、どうしてそんなことをしたんだ？お金が足りないのか？親父はな、そろそろ働けない年齢なんだ。いつまで一緒にいられるかわからない分、将来のことを考えなきゃならん。他人からわがままと言われようが、裏切り者と呼ばれようが、そんなのはどうだっていい。重要なのは、俺がいなくなった後、フックがこの金で暮らしていけるということだ。親父。もういいんだ。金はもらった。何も文句はない。残念なことがあるとすれば、俺の鉱脈探測機がなくなったことだな。あれは本当になくすには惜しい代物だった。おそらくな、あれは地髄鉱脈を検出できる古代遺物で、唯一無二と言っていいほど希少なものなんだ。ずっとあれを使って鉱脈を探していたから、よからぬことを企む奴に目をつけられたんだろう。今の俺には探測機なんて必要ない。もう追求するのはやめるつもりだ。盗んだ奴はせいぜい幸運に恵まれるといい。
診療所の外で話があると、フックが目で訴えかけている。これが目と目で通じ合うということ。欲しいことがある。まだ何をするか言ってない。でもその精神はモグラ島の名誉隊員にぴったりだ。なんとか探索機っていうのが親父の大切なものなら絶対に取り返したいんだ。手伝ってくれるよな。それじゃコークの避難所で待ってるから。お姉ちゃん、またな。それは言い過ぎですよ。フェスマンさんは流浪者を、みんなはフェスマンさんを信頼しているだけです。でも鉱脈事件の後、避難所の雰囲気はガラリと変わってしまいました。私は親父の鉱脈探索機を探しに来たんだ。誰かが親父から盗んだらしいけど本当なのか。これは私の推測ですが、おそらく本当だと思います。コークでの紛争が終わった後、支援は避難所にいた人々を集めて怪我人の数を把握するために点呼を取っていました。でも当時その場にいない人間が4人いたのです。そして私たちが戻った時にはすでにフェスマンさんの探索機がなくなっていました。避難所の隅々まで探したのですが一向に見つからなくて、きっと盗んだ犯人はその4人の中にいると思います。ええ、容疑者が一気に絞られました。流浪者には流浪者の尊厳がありますから、犯人は必ず捕まえます。でも、でも何？実は容疑者たちにそれとなく聞いてみたのですが、みんな自分は何も盗んでいないと言ってるんです。もちろん本物の泥棒が素直に告白するとは思えませんので、きっと4人のうち誰か1人が嘘をついているのでしょう。容疑者の4人は全員避難所にいますので、自信があればあなたも調べてみてください。もしかしたら今度こそ真犯人を見つけられるかもしれません。大人は本当に狡猾だな。私が一人一人しっかり尋問してやる。盗んだのか？違う、私は泥棒じゃない。本当か？だったら
ら私たちの質問におとなしく答える。いいよ、質問するなら早くして、時間を無駄にしないで。ぼーっとしてた、それだけ。特に気づいたことはない。いい人でも利益を重視する。何、短足器って？この人もっと普通に話せないのか？普通？いつもこんな話し方だけど。私このお姉ちゃんは泥棒じゃないと思う。あれ、フック、どうしたの？何か用？お前が親父の探索機を盗んだのか？やっぱり疑われてるんだね。こんなことになるならあのタイミングで出かけなければよかった。バカだったな。の質問に答えるだけでいい。分かった。質問して料理が晴らせるならそれでいいよ。特に何もしてないよ。ただちょっと散歩に出てたんだ。終わった。この理由はどう考えても怪しすぎる。この理由のせいでもっと疑われたりするのかな。フェスマンさん、いい人だけど。ううん、なんでもない。もしかして今の僕ってすごく怪しい？でも本当に何もしてないんだ、信じて。ない、僕は何も見てない、何も知らない。質問は終わり？僕の無実は証明できたかな？待ってるだけなんてますます不安になるじゃないか。盗んだのか？なんだと？俺に濡れ衣を着せるつもりか？怒るぞ！物売りにとって最も重要なことは何か知ってるか？信用だ。こんな風に憶測で誹謗中傷なんかしやがって、もし俺の仕事に影響が出たら責任を取ってもらうからな。だったら私たちの質問におとなしく答えろ。お前を信じるかどうかはそれから決める。黙秘権を使わせてもらう。その質問には答えたくない。発言を拒否する。な、お前、もう一度だけチャンスをやる。ホールマスターを見て考え直すんだな。俺は数々の修羅場をくぐり抜けてきたんだ。お前らみたいなチンピラにおじけづくわけないだろう。そうだ、取引をしないか？俺が持ってる情報を少額で提供してやるよ。もちろん嘘はつかない。はあ、
だったら好きにしろ。俺は黙秘権を行使するだけだ。支援で俺を脅す気か？俺があいつらを怖がるとでも？ゼーレ姉ちゃんを呼んできて、こいつを捕まえてもらおう。はあ？やめろやめろ、冗談だって。わかった、答えるよ。答えればいいんだろ。だから遅延は呼ぶな。町で商品の仕入れをしていた。何もおかしくはないだろ。俺の仕入れの時間は誰もが証言できるくらい規則正しいんだ。ああ、それと避難所の人たちがどこに行ったのか考えてたよ。フェスマンさんはよく俺の仕事の世話をしてくれるし、親切にもしてくれるけど、特に親しいわけじゃない。鉱脈の件に関しては、みんな共存すべき隣人なのに、他人に甘い汁は吸わせないと言わんばかりだ。全く理解できない。盗んだのは間違いなくコックだ。絶対そうだ。俺の信頼にかけて嘘はついてないぜ。俺の仕事柄、人の考えを読み取るスキルが必要だ。あのコックが何か企んでいることくらい俺はとっくに気づいていた。信じられないなら他の人にも聞けばいい。おお、これはこれは探偵の真似事か。いいえ、お前が親父の探索機を盗んだのか。このガキ、いきなり人を泥棒呼ばわりするとは失礼なやつだな。俺は常に清く正しく生きてきたんだ。泥棒なんてするもんか。ふん、口では何とでも言える。本当に盗んでないなら、おとなしく質問に答えよ。はあ、ガキのくせに生意気だな。わかった、2分やるから、その間に好きなことを聞けばいい。飯を作ってた、それだけだ。この染みついた料理の匂いが嘘だと思うか？タイミングが悪かったとしか言いようがない。こんな厄介ごと自分から巻き込まれに行くわけないだろ。あの時はたまたま食材の買い出しに行ってたんだ。フェスマンさんには頭が上がらない。何しろリベットタウンにいた頃は採掘チーム全員の食事を俺に任せてくれてたからな。彼を信頼していたからこそこのコークまでついてきたんだ。なのにまさか彼が儲けを独占するとは。チェッ、鉱脈は見つけた人のものだから彼を責めることはできない。ただ俺が今まで抱いていた彼のイメージにはそぐわないな。ああ、別に密告するつもりはないが、フェスマンさんのためにお前に秘密を打ち明けたい。この前あそこのシッターがフェスマンさんのテントに忍び込んで何かの箱を持って出てきたのを見たんだ。どうだ、怪しいと思わないか。好きにしろ。お前たちが信じようが信じまいが、言うべきことは言った。終わったならさっさと帰ってくれ。俺は忙しいんだ。
ちゃごちゃしてる。安心してください。私が記録しておきました。いいですか、あの4人の中で嘘をついているのは泥棒だけのはずです。コックはシッターがやったと言い、仕立て屋は自分はやってないと言い、物売りはコックがやったと言い、シッターは自分じゃないと言いました。どうでしょう、犯人は分かりましたか？私もよくわからないけど、とりあえずお前の判断を信じるよ。行こう、直接問い詰めてやる。わかった、親父の探測機を盗んだ犯人はお前だ。おいおい、嘘だろ。ずっと推理した結果がこれか。はあ、それって私たちが間違ってるってこと？真相なら俺がとっくに教えただろうが。そんな低レベルな探偵ごっこをするくらいなら家に帰ってままごとでもしてろ。言っただろ、泥棒はコックだって。100回聞かれようと答えは変わらない。泥棒はコックだ。だからそう言ってるだろう。おい、なんで自信をなくしてるんだ。もう一度証拠を探して私に許しを請わせよう。お前に許しを請う？ありえないな。さっさと証拠とやらを探しに行け。そうすればわかるさ。親父が探測機を置いていた場所を探せば何か手がかりが見つかるかもしれない。これは物資箱のラベル。私この箱がある場所を知ってる。あっちだ、急いで見に行こう。ラベルはこの箱に貼られてたはず。待て、なんか変な匂いがする。調味料の匂いだ。こら、まるで洞窟イモリの塩焼きみたいな。こんな独特な匂い普通の人からするか。どうしよう、泥棒は親父の宝物を持って行ったみたい。この折れた単身、絶対に探測機のやつだよ。親父の宝物、売られたりしてないよな。泥棒はどこに行ったんだろう。フック、もっとよく考えるんだ。来る前に散歩おじちゃんを見かけたんだ。
今回のことに何か関係があるのかも。私が案内する。散歩おじちゃんはあっちにいるはず。散歩おじちゃんはいつも魔女ババアの診療所に通ってるから、何か深刻な病気なのかもって思ってたんだけど、もしおじちゃんと泥棒が来るだったら。あなた本気ですか？こんなに珍しいもの本当にこの値段で売ってくれるのですか？ウロなんかない。お前本当に無駄話が多いな。いるのかいらないのか早く決めてくれ。二人とももう逃げられないぞ。ドスクロのフック様のご登場だ。なるほど、安物には裏がある。この商品に問題があることなど僕はとっくに気づいていましたよ。誤解のないように言っておきますが、この方と僕は共謀しているわけではありませんので。副校長さん、それをこちらに向けないでください。物騒ですよ。おい、そんなに早く手のひらを返すやつがあるか。さっきは長期取引だって。お前が親父の宝物を盗んだ犯人だな。ホールマスターは絶対にお前を許さない。なあ、おい、これはフェスマンのせいだ。これを持ってるからって一人で儲けて、あまりにも不公平じゃないか。なんだか嫌な空気になってきたので僕は先に失礼してもいいですか？俺に道理を説くつもりか？今の仮想部で盗みを働かずに生きていけると思うのか？どっちにしろ宝は俺が持っている。奪い返せるもんならやってみる。ホールマスター、準備。やっ、この機会を逃さないで。怖くないよ。誰かな。うちの出番。はっ、さっきは偉そうなこと言ってたくせにこの程度か。早く探索機を出せ。こんな時は僕の出番ですね。もちろんです。あなたとフックお嬢さんの勇姿は1秒たりとも見逃せませんからね。教えてあげましょう。ボルダータウンにカンテラ・パフラビーという鑑定士がいます。この鑑定士、表向きは古代遺物の鑑定はやめたと言っているのですが、裏では高値での買い取りを続けているんです。その宝物にはかなりの価値があるようですから、彼のところに行って運試しをしてみてはいかがでしょう。コツとしては、まず彼の前で宝物を安く売り払うふりをして、彼がワクワクしながら宝物を修理してくれたら、やっぱり売るのはやめて手元に置いておきたいというのです。
このようなビジネス手法はいいとこ取りと呼ばれているのですが、いかがです？カンテラ・パフラビー、わかった。ありがとう、散歩おじちゃん。よし、すぐに町へ行ってその人を探そう。お気をつけて。まだ早いし、どこかへ行く？古代遺物の鑑定はやめたんだ。その探索機がよっぽど珍しいものじゃない限り。これだ。探針が折れてるんだけど直せるか？おお、これは実に珍しい。よく見せてくれ。俺は長年この仕事に携わっているが、こんな古代遺物は見たことがない。俺の見立てじゃこれを修理するのは不可能だ。だが極めて希少なものだから、壊れていても高値で買い取ることはできる。どうだ、取引するか？単身のない探索機は歯のない剣と同じさ。今はただのガラクタ、全くの無価値だ。買い取ろうとしているだけでも俺は優しいと思うぞ。売るか売らないか早く決めるんだな。行くところだったぞ、フック。そろそろ家に帰ろう。俺が岩暮らしガニの塩焼きを作ってやる。どうかしたのか？今まで何をしていたんだ？私はお姉ちゃんと一緒に親父のものを盗んだ泥棒を捕まえたんだ。でも親父の探索機はもう壊れてて、私がもっと早く見つけていれば。やっぱり盗まれていたんだな。怪我はしてないか、フック？私は大丈夫だ。親父、探索機がまだ使えるかどうか確かめてみてくれ。これは地髄探針が壊れているからもう使えないだろうな。そっか、ごめん親父、私何もできなかった。どうして謝るんだ。
俺のために頑張ってくれたんだろう。ありがとうな、フック。でも親父の宝物が。泣くな、フック。親父の宝物はずっとここにある。なくしたことも壊れたこともない。俺はこの探測機でたくさんの鉱脈を見つけて、採掘チームの労力を減らすのに貢献してきた。その点から言えば、これは確かに宝物かもしれない。だが結局のところ、探測機は単なる道具に過ぎない。本当の宝物とは、それを所有する人にとってかけがえのない意味を持つものなんだ。私、よくわからない。それでもいい。親父のたわごとだと思ってくれ。いつか必ずわかる日が来る。じゃあ、親父の言う宝物は。安心しな、今も元気に遊び回ってるよ。